はい、今回はね、西アークラソン通信というふうなタイトルをつけさせてもらいましたけども、西アークラソンの山根さんが介護の発信をしていただいてですね、まあ、それが非常に共感を呼ぶことと、そしてすごくね、大事だなと。この介護の未来っていうのは、そのまんま日本の未来を示しているのかなと思いますし、西アークラソンはそういう意味で言うとですね、介護ですとか、過疎とか、家族っていう問題の、その日本の10年先を言ってるんではないかなと思うんですよ。今都市化が進んで都市はどんどん便利になってます。そして都市っていうのは問題が見えにくくなってるんですよね。だからこそこういうふうな、ね、西アークラソンみたいなちょっと人口の少ないところっていうのはもしかしたらね、そういう都市部の10年先20年先を先取りして私たちに伝えてくれてるんではないかなと思うんですよね。これからもあの山根さんのねメッセージを私たち受け止めたいんですけども、今回あったのはその、お父さんがねいらっしゃって、それで介護をしてる家族がいるっていう関係なんですけども、そのお父さんがね何度も何度も呼ぶんだと。例えば夜寝てる時に「おーい」って呼んで行ってみたら、あ、そう、落ち着いたと。で、それぞれの寝床に戻ってもう一回寝ようかなと思ったら、もう5分もしないうちにまた「おーい」って呼んでからね、また行ってみると。それを繰り返されるともうね、用事ないでしょ、明日でいいでしょみたいな気持ちになっちゃうんですよね。ここはですね、山根さんのお父さんがそうだというわけではないんですけど、私も介護士を15年ほどやってみまして、いろんなケースを、そしていろんな学習をする中でね、こういうふうなことを教わったことがあるんですよね。それは時間の感覚が混濁してきて乱れていくんだよってことなんですよ。そうそう、私たち介護をする者としては5分しか経ってないようなことでも、介護を受ける方としては時間の感覚が変わってきてますんで、なんか3時間とか4時間経ってる感覚でパチッと目が覚めて意識が戻ってきて、おーいって呼ぶんですよね。これが一つです。次はですね、記憶なんですよね。もうさっきもその前も5分前も10分前も人を呼んだよっていう記憶がもうなくなってしまって、もう久しぶりに初めて人を呼ぶような感覚でおーいってやっちゃうんですよね。でも周りの方っていうのは記憶が鮮明ですから、あれ今晩はもうこれで3度目だぞみたいなことになるわけですよね。そうなると繰り返し呼ばれることに対してこう苛立ちが出てしまうんですよね。呼ばれることではなくて繰り返し呼ばれること、何度言ってもわからないんだなこの人はっていうような気持ちが出てくるんで、それはちょっとダメですよと。もうすでにですね、判断力とかその時間の感覚が変わってきてるんで、それに合わせてやるのが精神的な介護ではないかなっていうねメッセージがね、私は以前感じたんですよね。以前その学んだことでございます。それから単純な不安です。自分に対する不安、家族に対する不安、それに基づいて人を呼んでしまうとかっていうこともあると思います。要するにですね、自己安定回帰っていうんですか、自分を自分の感覚で安定させる、自分自身を落ち着ける機能が著しく落ちてるんで、不安が出てくるとね、それが抑えられなくてものすごく不安になってしまうんですよ。だからもういても立ってもいられなくて周りの人に声をかけてしまうということ。優しい家族のね顔が見たくって、優しい家族にやっぱりねこう愛されたくってね呼んでしまうんですよね。その時に、なんで呼んどるんじゃみたいなこと言われると、本当にもう塞ぎ込んでしまってね、もう行くところがないみたいな感覚になって、この不安な気持ちっていうのますます深くなって、行くそうなんですよね。で、私たちが何ができるかっていうと、やっぱり共感なんですよね。だから落ち着かない時にね、どこどこ行きたいんだって言われた時に、山根さんもすごくいい工夫されてましたよね。今日はもう暗いんで明日にしようか、明日行こうよみたいな感じで、明日朝一番で行こうよみたいな感じで抑えていくとか、一旦連れ出してみてぐるっと回って、さあ着いたよっていうふうに元通りのベッドに連れてくると安心して寝るみたいなこともあるんですけども、そういうことなんですね。共感するってことなんですよ。何か要求を出したらそれに共感してあげるってことですね。で、あともう一つのキーワードが肯定なんですよ。とにかく介護を受ける人、介助を受ける人の気持ちとか行動を全部肯定してあげることなんですよね。そんなのもう誰もやらないんだよっていうことで抑え込むんではなくて、そんなの常識じゃないよとかね、そんなこと言うなんておかしいよって要するに抑え込むんではなくて、本人が思ってることとか言ってること、これをね最後の要求だとそのたんびに思って肯定してあげること、受け止めてあげることがすごく大事なのかなと思いましたね。そのうちの一つが多分受け入れがたいことだと思うんですけども、過去の栄光をねやっぱ賛美してあげることなんですよ。その人の人生を全てね持ち上げてあげる、その人が一番輝いた時代のことを思い出させてあげて、現役時代の気持ちにしてあげるってことすごく大事だと思います。ですんでね、昔継いでいた職業の一番位の高いね継承で呼んであげるってのも大事だと思います。何々先生とかね、何々監督みたいな、地元の草野球のね監督でもいいわけですよ。それが一番その人にとって輝いたことだったら、何々さんは監督だからねと、何々監督、小林監督みたいな呼んであげることだと思うんですよね。その人が一番輝いていて、自分が本当に若い頃のね力を今でも発揮できるんだよってことをいつもいつも思い出させてあげるのが介助ではないかなと思うんですよね。で、あとはあれですね、客観と主観が交互に来るんですよね。こうなんて年齢を重ねていったり介助を受ける人っていうのはどういうことかっていうと、自分がいて介護をしてくれる人が周りにいるんですよね。
で、それがね、こう客観的にまず見えるんですよ。客観的に見えて、なんか周り、真ん中にわがままの老人がいて、周りの人にものすごくね、偉そうに迷惑かけてるんですよ。で、周りの人がおろおろして困って、なんとか機嫌を取ろうとして頑張ってるところをぼーっと見てて、なんだこの頑固な老人はっていうふうに客観視するんですよ。その後で、その絵がギューッと吸い込まれていって、自分がその老人にパッと変わるんですよね。その時に、あれ？この頑固な老人俺じゃねえか、わしじゃないかみたいな感じで主観に戻ることを繰り返すんで、たまにね、家族にね、ごめんな、面倒かけるねっていう風な気持ちになったりね、ある時はその主観が消えて、あ、じゃあ客観が消えて主観だけになるんで、あの感情をぐわーっと吐き出してしまうみたいなことがあるんですよね。だからこういう風に、あの老人心理といったらね、あまり年寄り扱いすると山根さんのお父さん申し訳ないですけども、あの老人心理学っていうのがあるわけなんですよ。年齢を重ねると人間の機能とか思考はどのように変化していくかってことですよね。当然ですけども、10歳の頃の思考と30歳の思考と50歳の思考、80歳の思考、100歳の思考、これ全て変わっていきます。そういうことも考えながら、私たちは50歳の思考とか60歳の思考で80歳を測るんではなくて、まあなかなか難しいんですけども、多分今は50の時はこういうような考え方だろうけども、70、80になって先の人生よりも今まで歩いてきた人生の歴史の方が長いっていう感覚、このバランスになってくると思考力ってのは変わってくるんだなと、それは衰えたんではなくて変化をしたんだなっていうふうに感じてあげることがすごく大事なんではないかなと思いますよね。キーワードは共感と肯定ですよね。そこがものすごく私は介護に必要な点だと思います。本当にね、いろんな人生を繰り返して最後人生の調整に入っている方、その方には無条件の敬意を捧げてもいいんではないかなと思うんですよ。で、介護ってのは結構ね、難しいところとか厳しいところとか辛いところあると思うんですけども、そういうのも込みで私はね、あの 大切なお父さんやお母さんからのプレゼントだと思うんですよ。最後にそういう風なね、トレーニングを与えてくれる、試練を与えてくれる、そして苦しいようで楽しい日々ってものがね、そこにあるんではないかなと思うんですよね。まあいろいろと葛藤の中で、私はあの業務でしかやったことがないんでね、あまり偉そうなことは言えないんですけども、毎日ですね、自分の身内に起きる介護の未来っていうものを意識しながら今時間を過ごしているかなってことでございますね。まあこの件に関しましてはいろんな考え方があると思いますんで、できればね、この西アクラソンの山根さんを中心にいろんなことを考えて話し合っていきたいなと思います。そこにはですね、自分の理論の押し付けもないですし、他者の考えの否定もないです。本当にまさに、あの他者肯定と共感、このキーワードがそのまんま、いずれね、その道の向こうにある私たちの未来の日本、介護の未来ってものにつながっていくんではないかなと思うんですけど、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは本日は以上です。